島競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。サファリエトワール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。5番サファリエトワール行きました。続いてシンボリエンペラー、その外からオートリーウォン、その外にアグネスピール、ピンクの帽子レームカラーズ、その後ろ内からはオートゲート並んで、14番コスモホワイト、ストームエンペラー、後ろからジェイドスイス、そのうちに続いています。その後ろにオリーブクリフ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からメジルコール、先手を取りました。その後ろからはシンボリエンペラー、その隣にオートリーウォン、サファリエトワール、そのうちに続いています。その外にアグネスピール、コスモホワイト、そのうちに続いています。その後ろからはエームカラーズ、青の帽子オートゲート、その後ろストームエンペラー、この位置です。ジェイドスイス、そのうちに続いています。その後ろにエアローン、ホーセンエンゼル、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のストームエンペラー中段につけています。オートリーブライドル、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から、先手を取ったのはメジルコール、シンボリエンペラー、それに続きます。その隣にオートリーウォン、アグネスピール、それに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてメジルコール、2番手はシンボリエンペラー、オートリーウォン、3番手大外からオレンジの帽子ストームエンペラー、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はメジルコール、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。メジルコール先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はストームエンペラー、先頭を捉えるか。ストームエンペラーさらに突き放します。2番手はメジルコール、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ストームエンペラー1着、2着はメジロコール、これは桁外れの強さだ。ストームエンペラー